もう一回、じゃあ次9問目、10まであと少し。サッカーボールをスクリーン以外に動かそう。これ何何これ何これ動かすんじゃないの。うん、違う。逆さま？違う。え、これ乗せるんじゃないの。これ乗んない。ここになんだろう、これ懐かしいね、はい。え、なんないよ。なにこれ、わかんないわかんない。この三角、この三角怪しい、この三角怪しい。でもできない。なに、サッカーボールを、いや、サッカーボールなのか、これは。これはサッカーボールなのか。もしかしたら他にサッカーボールが出てくるかもしれない。サッカーボールじゃないものがあるかもしれない。わかんない。ただいま。はい、わかりました。なるほどって感じ。やっぱりこれサッカーボールじゃなかったみたい。で、この文字のサッカーボールをね、画面外にヒュッと、こういうわけでございますよ。こういうわけでございます。あの丸いやつはサッカーボールじゃないよって。うざうざそういうことですか。はいはい。どれがコーラなのかな。私ね、飲み物の中で一番コーラが好きなんだよね。コーラが一番好き。振ったらコーラだと思う。振ったらわかる。ほらほらほら、わ、これ気持ちいい。わかったとき気持ちいいね、これ。何、シャンパンも吹き出す。まあいい。前のゲームやったことあるようだな。前のゲーム、わかんないわかんない。なんかこの人何言ってんのたまにこの人何言ってんのっていう感じなんですけども、これ第2弾なのかな。第1弾があったのかな。これなんだ、何、あー、これこれ、ネクスト。やだ、あ、って言った。12番、女に仮装した男は誰だ。え、わかんないな。逆さまにする？逆さまにしたら、あ、あ、ごめんね。みんなごめん。あ、男の人は出てってください。今から男子禁制なんでね。うん。分かっちゃったね。これ分かっちゃったな。これすごいよね。逆さまにしたら分かるんだよ、ゲームが。素晴らしいゲームだな。これですよね。もっこりしてる。はいはいはい。精神向けだと、これは科学を普及しているんだ。まあそうだよね、反対にするっていうね。うん、はい、戻ってきてください、男性の皆さん。最大の数値を組み合わせよう。これ9と9じゃないのかな。あ、でもやっぱ2つとかじゃないんだね。やっぱ550、もう400じゃない？違うんだ。なんだろうな。こういうの苦手なんだよな。なんか考えることをやめちゃうっていうか脳が考えるのやめちゃうんだよね。ゼロ、やっぱゼロが一番でかいみたいな。ああ、違うんだ9、組み合わせ9と9じゃないか。違うんだ。なんだろう。最大の数値を組み合わせよう。最大の数値、最大の数値わかりますか、みんな。みんなわかる？私全然わかんないんだけど、ちょっと行ってきます。はい、お帰りなさい。私、お帰りなさい。私見てきましたあのね、ゼロとゼロ組み合わせて無限ってなるみたいで、確定でこれですね。なるほど、無限大。うるせえってうるせえって。もう次いきます。男の子、アイザック、アイザックを起こそう。アイザックはちょっと揺すれば起きるんじゃない。おー、やっぱりアイザック・ニュートン。あ、ニュートンだったんだ今の。リンゴ落とされると起きるんだね。五角形を探し出そう。五角形、これとこれ組み合わせたら五角形になるとか、そういうとこでしょ。どうせほら、もう分かった。簡単すぎるじゃないんだよ。簡単すぎるじゃないよ。分かったんだって、こっちは。必死に考えたわ。
次行こう、次行こう。小さい頃から、あ、ちゃちゃ全部さ、小さい順からをさ、小さい頃からって読んじゃうんだけど、なかなかのバカですね小さい順から果物を切ろう。いくよ、いちごでしょ、いちご。これこっちじゃない、でこっちでこうでしょ。違うの、違う、すごい間違えた。行ってきまーすはい、見てきました。なんかかぼちゃ以外をタップって書いてあったんだよね。なんで果物だけ、あ、なるほど、あ、なるほど、果物だけか。確かにかぼちゃって果物じゃないかもしれない。わ、そういうこと、すごいねこのゲームムカつくな。はい、次。アイザック、おしっこしたくなった、トイレを見つけよう。これ絶対さ、あ、なんだ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 、あ、これこれアイザックを動かせるのね。とりあえず逆さまにしてみようみたいな。違うみたい。トイレを見つけようでしょ。 WC、 これ女の子のトイレ、女の子向け用のトイレだもんね。この子が助走すればいいんだけど、え、でもこのままいけんじゃない、このままいけんじゃないかな女の子っぽいじゃん。ダメか。トイレを見つけよう。うがちょっと消えてるってとこ、なんかこれが怪しいんだけど、全然。ヤッホー、戻ってきました。これはこれをこすってトイレに入れるみたい。よく酔った、よく酔ったよくやったの間違いじゃないかなって思うんだけど、ちょっとね、今回はじゃあこの辺で終わろうかなって思います。ムカつくなこのゲームこのちょいちょいさ、上から目線なのがすごいムカつくんですけど、まあいいとしましょう。ということでね、まあ、今回はね17までやってみました。またね、あの、気が向いた時に17からね、それ以降やっていこうかなってちょっと思うので、ぜひまた見ていただけると嬉しいですということで、チャンネル登録がまだお済みでない方は下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。この動画を楽しんでくれたっていう方はぜひ高評価ボタンお願いしますということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。ぜひ皆さんもやってみてください。バイバーイ。